警察によりますと、イタリアに住む無職の日本人女性は去年4月、日系アメリカ人を名乗る男からインスタグラムのダイレクトメールで愛しているなどのメッセージを受け取りました。その後、女性は男から FX 投資を勧められ、去年5月から7月にかけて、男の名義ではない複数の銀行口座に合わせて17回、およそ1億5000万円を送金したということです。不審に思った女性は、イタリアの警察当局に相談するとともに、今日、もう一つの自宅がある兵庫県芦屋市を管轄する芦屋警察署に被害届を提出しました。警察は、女性の行為を利用した国際ロマンス詐欺事件として捜査しています。